ジャニーさんとキンプリのエピソード7選。1、デビュー時のエピソード。キング&プリンスはジャニー北川社長が生前最後にプロデュースしたグループ。しかし結成後すぐに別れて活動したりと、なかなかデビューのチャンスに恵まれません。すでに10年近くジュニアとして活動していたメンバーたちはデビューへの憧れの気持ちが強くありました。後から入ってきた後輩にデビューの順番を起こされ、悔しい思いをしたことが何度もあります。自分たちは本当にデビューできるのだろうか。平野翔さんの一言で6人はジャニーさんに直談判することを決めました。実はもともと平野さんは一人で社長のもとへ行っていました。しかしそこでジャニーさんに勧められたのは平野さん一人での個人活動。絶対に6人でデビューしたかった平野さんは他のメンバーに直談判することを提案したのです。全員がこのタイミングでの直談判に納得したわけではありません。ですが仲間の覚悟を聞いて全員が心を決めました。もし直談判がうまくいかなかったら別の道に進もう。6人は覚悟を持ってジャニーさんのところへ行きました。ですが自分たちの人生をかけた行動は一筋縄ではいきませんでした。1回目はジャニーさんがブチギレしどろもどろになる平野さん、全く話になりませんでした。しかし長年追い求めてきたデビューを簡単に諦める6人ではありませんでした。毎日ジャニーさんの元へ行き何日もお願いし続けました。最終的に彼らの熱意をジャニーさんが認めてデビューが決まりました。2、キング&プリンスに選ばれた理由。メンバーの一人高橋海人さんは常に自分に自信がありませんでした。他のメンバーよりアイドルとしての実力が足りていないことを自覚していたのです。永瀬廉さんと平野さんとミスターキングを組んでいた時から不安で心がいっぱい。常にキラキラしていた2人と自分が肩を並べて活動していることに自信をなくす日々。ミスターキングの3人でライブをした時は自分の黄色のペンライトが3本しかないこともありました。デビューが決まっても嬉しい気持ちはあったものの不安が消えることはありませんでした。実力がない中メンバーの力を借りてデビューできただけに過ぎない。本当に自分はキング&プリンスのメンバーの一員でいいのだろうか。高橋さんは怖くなりジャニーさんに、なんでこのグループに僕はいるんですか?と聞きに行きました。ですがジャニーさんは答えを教えてくれませんでした。いつか自分でその答えがわかる時が来るよ。もう自分が選ばれた理由を知っているジャニーさんはこの世にはいません。高橋さん自身で答えを探さないといけなくなりました。一生かけて自分がキング&プリンスのメンバーである理由を探していこうと決意した高橋さんです。3、ジャニーズ事務所入所のきっかけ。通常はオーディションを受けて入所するジャニーズ事務所ですが、たまにオーディションを受けないで合格したメンバーがいます。平野さんもオーディションなしで入った一人。もともと平野さんは中学2年生の時に芸能事務所セントラルジャパンに所属していました。2010年に名古屋を拠点に活動するボーイズグループボーイズ&メンの一員としても活動。高校1年生の時に習っていたダンススクールの合宿で平野さんは東京へ行きました。その時教えてくれた先生が光源氏や少年隊の振り付けを過去にしていたホビー吉野さん。平野さんを一目見たホビー吉野さんはすぐにジャニーさんに紹介しました。ジャニーさんからゆう来ちゃいなよと言われ平野さんのジャニーズ事務所入所が決定しました。4、ずっと一緒にいててジャニーズ入所当初から岸さんと仲良かった神宮寺さん。漢字は違えど名前も一緒でとにかくずっと二人でいました。ある時神宮寺さんにジャニーさんがこんなことを言いました。ゆうは岸と仲良くしててずっと一緒だと思うから。ジャニーさんの頭の中では二人がユニットを組みデビューするところまで思い描いていたそう。その結果二人は岩橋元気さんと3人でプリンスを組み2018年にキング&プリンスとしてデビューを果たしました。もちろん仕事だけではなく二人はプライベートでも大の仲良し。正月にババ抜きをしたりツーリングに行ったこともあります。亀を飼い始めようとした岸さんが神宮寺さんにも一緒に亀を飼うように誘いました。理由は20年30年も苦楽を共にできるから。ジャニーさんの言葉通り
どんな時も常に一緒な岸さんと神宮寺さんです。お、とばっちり。ある時ジャニーさんが日本一高いと言われるウコッケイの卵を贈り物としてもらいました。セクシーゾーンの佐藤勝利さんはウコッケイの卵をチキンラーメンに使ったら世界で一番美味しいラーメンができると考えました。そして佐藤さんはジャニーさんに一言も言わず勝手にウコッケイの卵を食べてしまいました。当然すぐにウコッケイの卵が一つなくなっていることにジャニーさんは気づきます。この高い卵誰が食べたの？ジャニーさんの様子から危機感を感じた佐藤さんはとっさに言ってしまいます。誰か食べたんじゃない？その時周りにいたジュニアのせいにしたのです。実は岸さんもその場にいてジャニーさんにひどく怒られてしまいました。ユウがそんなことするとは夢にも思わなかった。何年経っても当時のジャニーさんの怒った顔と嘘をついてジャニーさんから逃れた佐藤さんの顔が忘れられないそうです。6、人生を変えてくれた人。もともとジャニーズに興味がなかった永瀬さんは最初は仕事に積極的になれませんでした。当時は仕事があるときは家に電話がかかってきたため電話が鳴らないように祈っていたほど。人見知りの永瀬さんは仕事場では誰とも話せない日もあり毎日帰りたいと思っていました。ですがジャニーさんが永瀬さんのことを気にかけて様々なことに挑戦する機会をもらいました。今から東京に来いと言われ、当時関西に住んでいた永瀬さんは3時間以上もかけて東京へ行ったこともあります。少しずつ仕事の楽しさに気づき続けていきたいと考えるようになったそう。そんな時親の都合で東京へ行くことになり、活動の拠点を東京へ移すことになりました。知り合いもあまりいない、ほぼゼロからのリスタート。東京でも仕事ができるのかとジャニーさんに相談した永瀬さん。永瀬さんはジャニーさんに、大丈夫、僕を信じて、と言ってもらったのだとか。その後大学へ進学し、デビューもいつできるのかわからない状況で、ジャニーズを辞めてしまおうと考えるようになりました。しかし、ジャニーさんからもらった言葉を思い出し、ジャニーさんに自分の人生を預けることを決意した永瀬さん。今では自分の人生を変えてくれた人として、ジャニーさんの名前を挙げるほどにまでなった永瀬さんです。7、ジャニーさんとの約束。若い時からジャニーさんは海外進出を目標にしてきました。その中でも全米で1位を取るというのが、ジャニーさんの長年の夢。何度も挑戦してきましたが、とうとうジャニーさんは夢を叶えることはできませんでした。その夢はキング&プリンスのメンバーに託され、いつしか6人の目標になっていました。キング&プリンスがデビューしたばかりの時、6人はジャニーさんと一つの約束を交わしました。それは海外で活躍できるグループになること。夢半ばで亡くなったジャニーさんの代わりに自分たちが日本のエンターテインメントを世界に届けよう、夢のために英語の勉強をしたり、全編英語で書かれた曲を出したりと努力を続けてきました。しかしなかなか思うように結果が出ずに、ジャニーさんとの約束を果たすことが難しくなってきました。後輩のトラビスジャパンがジャニーズ初の世界デビューを果たしたりと、世界進出を果たしているグループは存在しています。ジャニーさんの夢がいつしか自分たちの夢になっていったメンバーですが、全員がデビュー時と同じような熱量を持ち続けていたわけではありません。そうしたズレがメンバーの中で大きくなり、無視できないほどの大きさになっていきました。その結果、2022年11月4日に平野さん、岸さん、神宮寺さんはグループを脱退することを発表しました。永瀬さんと高橋さんは2人でキング&プリンスを守るために活動を続けることも決定しています。今回はジャニーさんとキンプリのエピソード7000を紹介しました。今後もジャニーズに関する動画を上げていきますので、高評価、コメントよろしくお願いします。